ヒメナガメはカメムシメカメムシ科の昆虫の一種である。ナガメより小型で、油中の植物の汁を吸う。学名ユリディマプルクラはシノニム。成虫は大々地に黒の門を持つ。ナガメより模様が複雑である。胸部の黒門は、ナガメには左右二つしかないが、ヒメナガメは前方に二つ、後方に四つが横に並んで、計六つある。 腹部背面の門も姫眺めの方が複雑である。幼虫は外見から区別しがたいほど似ている。幼虫、成虫ともに、油中の植物を食草とする。西洋油菜、大根、キャベツ、カブ、野沢菜、白菜、小松菜、からし菜、わさびのような野菜や、種付け花、菜綱ナズナ、群梅ナズナ、犬ガラシ、コンロン草のような、様々な野草を含む。 長野県伊那市の高藤での調査では、ヒメナガメは、成虫で越冬し、年に3回発生する。本州、四国、九州、台湾、中国、東南アジア、インド、オーストラリアにも分布する。長めより気温が高い地方によるが、重なる場所では混成していることが多い。長めと共に、油中の野菜の汁を吸う害虫である。被害を受けた歯には小さな白い斑が生じ。 数が多いとしおれてかれる。ありがとうございます。